みんなまず同じようなあのサーバー側の方は同じようなコードなんだろうっていうみんなで話し合いをしまして、まずみんなでひな型サーバー側のひな型を作りました。でサーバー側はもうこんな風なもうさっくりとこのくらいの行で基本的なところは書けるダートだとこんだけの短い行で書けるっていう感じですね。でここからはそれぞれクライアント側はみんな別々で、作りたいものを作っていたというふうな形です。で私はリアルタイムに動画を共有できるっていうものを作りたいというふうに最初、宣言していましたのでそれを作りました。じゃあ、デモに入ります。まず、サーバー側を、ダートのコマンドで、起動させます。で、まあ、複数のクライアントがあるという想定で、まあ、2枚ぐらい接続します。2つ接続したことがサーバー側の方に、通知されます。で動画の何かまあここはもうちょっと作り込みしないといけないんですけど YouTube の URL を置いて先導というふうに押すとそれぞれ2枚あったものに対して同じ動画が同時に再生されるというふうな形になっています。私の、プレゼンは以上になります。ありがとうございます。私の方は、議事録をみんなで共有して表示させたいなと思って、うちの会社議事録ちゃんと取ってくれないんで議事録取ってほしいなということで、それで一人の人が入力するともう一人別のところで接続したところにコピーするような感じで出せるようにしました。例えば、まあ、太字にしたりとか